今週だけはもう今週はちょっともう僕はやらないんでいいんじゃないかっていうことをあのプロデューサーさんの方に話したんですけども、どうしても僕しかいないっていうので、そこまで言うならやらないわけにいかないと、ということで今週も僕がやります。ヒョンリさん、ヒョンリさんの前世、前世ヒョンリ、つまんね、ほら1000人減っちゃったよ。ということですね、今日はね第6話でございますよ。で今日はちょっと見てください、ここにギャン、アクリル板があるんですね。ということはですね、素敵なゲストをお呼びしちゃいたいと思いますよ。でもまだゲストはまだ準備が整ってないので、ちょっと僕としばしお付き合いください。いやちょっとね、先週のインスタライブがちょっと噛み替えすぎたな。PR? マミヤ響は死んだ、おーいっていう流れね、自分で編み出しておいて結構あちょっと面白かったなと思っちゃいましたね。はい、そうなんですよ。あ、待って、うちのアーサーが来た。アーサー、アーサー、アーサー、アーサー来た、来た。まさか、まさかうちの正義の男、ヒャヒョンリです。ヒョンリ、ヒョンリ登場。まだ皆さん浅香光大先生にこんなことやらせると思わないでしょ。君と石灰が終わりに恐ろしいでしょ、本当に恐ろしいね。まさか自分がインスタライブにそろそろ回ってくるだろうなと思いました。いや、まだね、もうちょっとあるんじゃないかと。早くない？いや、でも ね、もうさすがにそろそろ出てもらわないと。ヒョンリさんの髪型とかさ、これ初出しだよ。前髪、俺帽子取ってんの。あ、帽子一回取ったから。え？3割取ってるけど。3割一回取ったけど、なんかこうちゃんと取ってる姿は初。ちょっと見せてくださいよ。世間に前髪。かっこいい。桑田役の浅香光大です。イエーイ、お願いします。イエスイエス。で、皆さん気づいてないかもしれないんですけど、この君と世界が終わる日にというドラマのこのストーリーに関して、一番の正義の男は桑田ですからね。いや、いじってるでしょ。いじってない。だって、いや、そうだよ。だって浅香君もだってそう、自分でセリフ言ってて思いません？いや、思う。こんなまっすぐなやついないよね。そうですよね。絶対ブレないんだから、うん、僕はもう伝説的なこの桑田の名台詞っていうのすごく好きなんですよ。いつも現場知らない、プロデューサー知らないですか、話してないでしたっけ、この5話でくるみがその響が死んだってなって、この屋上から飛び降りようとするシーンじゃないですか。そこで桑田がこうガッつって、でくるみに何やってんだーって、あのセリフ、何やってんだ、確かにと思って、不時着みたいな、そう、愛の不時着、愛の不時着ですよ。あるある、何やってんだって、あんなまっすぐ。もう、いや、恥ずかしいんだよ、現場でさずっとこれ言うからさ、なんか全部セリフがさ。あとあれ、あの届きに対してさ、お前佐藤じゃないだろ。確かに正解、正解です。まっすぐなことしか言えないんだよ。もう正解しか言ってないですよ。お前佐藤、お前佐藤じゃないだろ、桑田一、桑田一、沢だね、沢、沢、堀池くん、堀池くん、俺堀池くんも出てもらえないとね、ちょっと、そう、桑田一。もうあのやりとりが好きで、もうちょっと単語でしかさ、やっぱみんなやり取りしないから、もうちょっと普通にあの沢と桑田とかって話せば、もうちょっと分かり合いんじゃないかっていう話したいよね。無駄話とかしたいよね。そう、してほしいんですよ。、うん、もうちょいなんか同じグループだったらどういう話します？同じグループだったら、もし
僕ら沢でいいですか。え、そういうことなんだ。こうでもこうで構えてて、熊太一、熊太一、え、ちょっと待って、嘘でしょ、ちょっと待ってください、これ数々のインスタライブでお名前出してきましたけど、まさか、ピラティスの神。待って、ピラティスの神が登場。本当にね。え？本当にね。出ていいんですか？事務所 OK なんですか？僕のインスタライブ。どういうポジションなの？ちょっともうちょっともうちょっと中に来てくる。前後なら浅香さんも、うん、大丈夫。え？大丈夫。出ていいんですか、ヒョンリさん？僕のインスタライブ本当にひどいことになってますけど、毎週。見てたよ。見てたよ、デュークだから、それこれこれデュークだから、ね、いやこれはヒョンリさんがピラティスを やりあたって編み出したポーズだと思う。じゃあ、あともう一個言いたいのは、はい、私ピラティス歴まだ半年そんなことない。まだ、しかもコロナもあったから2ヶ月ぐらい休んでるし。いや、それは信じたくない、俺は。いや、うお、本物の人、皆さん見てください。はい、ちょっと本物とか最悪、このインスタライブ。ほら、ヒョンリさん、あのポーズさえ1000人増えましたよすごいじゃん。みんなね、やっぱ求めてるんですよ。あれでしょ、10話の最後ピラティスポーズでゾンビ倒すんでしょ。そうです首都に向かってそのポーズします。首都教授捧げます。首都教授捧げます。熊太一、熊太一、もうね、ほんとずっとくだらないのよ。だってあれだよ、今日さ、このインスタライブ始まる前くらいだ、ずっとってずっとため息ついて。ああ、ほら、やだ、ちょっとやだ。いいじゃないですか。今まで見てたのよ、あの、や、過去のインスタライブ、あのテンションにはついてけん。違うんですよ、僕もなんかやるまではいやいや言ってんですよね。何がそうさせるんだろうな。でも私分かったの、りょうまくんは生後半年のゴールデンレトリバーだと思った生まれたてのワンちゃん、大きいワンちゃん。何も考えられてないじゃないママのミルクかさママのミルクのことで考えてる。で、なんかすごいみんながりょうまくんの話してると嬉しくなって、嬉しょんしちゃう。嬉しょん、穴がち間違いじゃないでしょ。ちょっと俺ちょっと嬉しい、嬉しょんしてんのかな。してると思う。大丈夫、嬉しょん知らないうちに嬉しょんしてるかもしれない。してると思う。あ、でも決まりじゃないですか、もう今日のハッシュタグ、うんうん、竹内涼真嬉しょん。涼真くんの嬉しょんで、ダメだよ、涼真くんの嬬しょんでいいですか、皆さん。ダメだよ、すごいすっごいこんなんなってたいやー、ちょっとこの二人のね、ちょっとお話はいろいろ聞きたいわけですよ、うん、だってね、あの情報出しもその1話とか2話終わってからだったじゃないですか、ヒョンリさんとか。そうなんですよ、そう、我々はね、だからね、最初の宣伝とかも写真もね、うん、そう、ダメだなとかってのうるさいからプロデューサーが厳しいからね、いいじゃないかっていう。何でもそんなに我慢してるんだと、解放させてくれよっていうこと言っちゃったことあります。いや、いいんですけどね、それはそれ戦略ですから、うんうんうん、鈴木あきのプロデューサーの名前言ってやる、鈴木あきのプロデューサー、鈴木あきの全国にさらしてやるということですね。今日はですよ、あ、台本あるんだ。一応台本あるんですよ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ台本に沿ってやってますよ。ないないよね、無法地帯だと思ってた。違いますって、竹内涼真の無法地帯だと思ってた。違いますよ。で、今ね、うん、ちょうどあのもうそこで撮影してたわけじゃないですか、我々。してました。そのなんかこう裏側をね、うん、ぜひこうなんかお話できたらいいなと思うんですけど、うん、どうですか。だってもう10話ほぼ撮り終わったじゃないですか。うん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 、皆様10話撮り終わったんですよ。どうなると思います？ちょ、どうなるか言ってあげてくださいよ。私が言ってんよ。だからこれで首都を倒す。そうでしょ。みんなで。首都。はい、これでデュークだけどね。そう、うん、これやった瞬間にクワサワがね、クワタイチークワタイチーって
クワタイチ以外ないのか。セリフがクワタイチ。ハッシュタグ竹内はウレションって出てる、うん、今まずいまずい。そうやっぱ、ね、クワタイチとやっぱサワはやっぱもうちょいこうどうでもいい話を劇中でしてほしいなっていう。したかった。うん。したかったね。小笠原先生とジアン教授、クワタイチはどっちでどっちがタイプですか。お。え、何ごめんごめん、いや、そういう話をしてほしかったの。クラタイチ、ああ、そういう話をしてほしかったの。クラタイチってこう銃構えながらジアン先生と小笠原先生行くのはどっちですか。クラタイチ見張り中。そう、いいです。あ、でもいいよね、そういうのしたかったわ。俺は翔子さんだ。クラタイチっていう。クラタイチそっちっていうね。どうですか、撮影やってて最近どうですか。ちょっとね、人数多いとやっぱ楽しいなって思った。楽しいですね、うん、もちろんその撮影時間っていうのも長くなりますけど、うん、楽しいですよね。どうですか、うん、浅田先生うるさいなって思ってるんでしょ。じゃあどこまでこれ喋っていいの、なんか難しいよ ね、 うね、もういいんじゃないですか。ダメダメ、めんどくさいからなって思う。6話ね。あ、6話の見どころ。でもこれ言えないですけど、同じ現場にねこの3人がいるってことはってことですよ。確かに。これ以上は言えませんけど、ね、一緒にいるの、一緒に撮影してる、あ、撮影って撮影して、してるってことはってことですよ。そうですね、それ以上は求めないでください。そうね、なんかね、ちょっとずつみんな衣装もね違うし。そうそう、どうですか。みんなこう集まって撮影してる。うちのキャストで一番クールな男なんだから喋れないから。楽しい楽しい、やっぱり駐屯地グループでの活動はやっぱりずっとこう、うん、ね、こう機械的っていうか、うん、やっぱこう組織の一員として動いてきてる、ね、ところがあったけど、うん、やっぱこの放浪グループとの接点が多くなってきて、うん、一緒にお芝居してるとやっぱ会話も増えてくるし、そうっすね、やっぱそのやりとりは楽しいね、うん、だから全員キャラがさ、うん、なんか面倒くさい人ばっかりじゃない。だからみんな集まった時の会話のそのやり取りめっちゃ面白いですよね。面白い。でも一番喋ってるよね、ずっと喋ってるよね。え、セリフで、うん、あ、セリフの話。あ、セリフじゃなくて空き時間じゃなくて。俺そんなことないよね。もうどっちも喋ってんのよ。あ、私も。いやいや、喋ってるよ。いや、ヒョンギさんも結構喋ってるよ。じゃあなんかこう、なんかこう打ち返したくなる、なんかボールを投げられると。あ、そうね、そう、負けちゃうよね。そう、同じ感じでいかないし、いい感じで。そう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 。でもさ、ね、ほら、まだ、あ、でもね、そうね、だでも、ね、本当ね、最近楽しいんですよ。僕毎日現場行くの楽しみで。本当ですよ。あ、たまに全然関係ないんですけど、リョーマくんが日々、まあ顔ちっちゃいんですか、普段から、たまにめちゃめちゃ顔ちっちゃい時があって、たまにめちゃめちゃ顔ちっちゃい時があって、昨日何したのって聞いたら、夕ご飯食べてないって。忘れちゃったの、疲れて。それ塩分摂取してないからすごい、すごいこうしぼんじゃって。そういう話ばっかりしてる。そうですね。そうそう、色白くなりたいねとか、ね、いや色白くなりたいですよ。鼻高くならないかなとか。いや、Hulu でね、くるみとのあるシーンがあったんですよ。で、2人のさ肌が並んだらさ、久々にもう照明のチーフの稲村さんっているんですけど、もう頼むから僕に光を合わせてくれよ。オセロ、オセロだから沈んじゃうからね、くるみに合わせて。オセロですからね。えだってフルもね、2人ちょっとあるかもしれないしね、いろいろね。ここシーン、2人のシーンが、あ、こうガチガチみたいな、ほーほーみたいな、その時に助監督やってくれるんだって。そう、2人がこう交わるシーンが僕が助監督で入りますから、はい、段取りから演出するんでしょ。そうです、ガチガチに。もうこれちょっと控室で同じ話してるじゃないですか。そう、本当に。いや、ちょっと まずね、その6話ですよ。あ、そうそうそう、6話皆さん覚えてます？ちょっと結構ずいぶん昔のように感じますけども、何があったんだっけ。新、そう、当たるね、話が動き出すわけですよ。うん、ある人物が再び、あいつらが PR に入ってますね。そうだそうだ、坪井さんたちですよ。そうだそうだ、坪井さんたちまた再会するわけです、僕らが。はいはい、あなたたちがね、猿の島でね、うん、あ、一回予告流してもらおう。味を占めてて、
まさか、あれ、あの、なんだあの地獄みたいな柄の女は。ちょっと、ああ悪い顔してる。人体実験。くるみ。ちょ誰だ。その坊主誰だ。脱ぐよね。乳首できるな。覚えていますか。承知脱ぐよね。自分の命が一番大事に決まってるだろ。皆さん向いて帰れない。がっかりした。がっかりした。響き、あなたは死んだ。死んでねえよ。はい、ありがとうございます。死んでないです。ハッシュタグをどうするか問題ね。そうそうです。で、片賀集団と会って、でもあのなんか地獄みたいな服の女誰ですか、あれ。ちょっと待ってください。もう一回確認していいですか。なんかちょっとおかしかったんですよね。地獄みたいな。地獄みたいな柄の女がいたんですよ。あ、いたいたいた。田中。ちょっと待って。みっちゃんね。ちょっと待って。みっちゃんです。見てください、この柄。地獄柄。これは誰だ。みっちゃん。知ってますよ。いたいた。この人も厄介ですよ、これ。これ以上言えませんけどね。言えないよね。田中先生はまたこれ厄介な人間なんですよ。だから地獄柄も似合う。ということで、まあ首藤と響き対面してますから。はい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 。してますね。あれ、桑田一何してますか。え、俺はね。何してますか。サワ。サワのがこうちょっとこう一人こう道をそれそうなところを。あ、そうだそうだ、あったあったあった。あ、トドロキさんだ。そう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 。ペラ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 。トドロキさん。内容も。いやいや。びっくりしてるじゃん。な、あれなんでトドロキが脱がされてるんですか。どういうこと。誰が脱がしたんですか。ジアン、ジアンさん脱がした。どういう流れで、じゃあ脱いでごらんみたいな。ないでしょ。ちょっと脱いでごらん。あれ誰が脱がしたのかちょっとここではっきりさせましょう。トドロキ誰が脱がしたのか。私って轟きと関わりないの。ないですか。となると桑田一ですか。いや俺もねないんだよね。誰首藤じゃない。首藤。首藤。そうね。だってだってなんかこうやってたから、さってやってたもん轟きの。あれ5話でしたっけ。これ6話でもその前に脱がされてますよね。そうだ、沢だ。沢だ。あいつ何してんの。沢何がしたいんだよ。僕知ってんすよ。最近ね、堀池くんがね、インスタライブ、インスタ始めたの知ってんだ。あ、そうなんだ。フォローしました。もう逃がさない。私も見てみよう。堀池くん見てるかな。見てるかな。これでも、キャストのみんな見てんのかな、これ。見てくれてるんですかね、うん、どうなんだろう。たまに見てくれてますね。沢は、その、手荷物検査するときに脱がして、なんか、こう脱がしてたら、なんか、最後まで脱がしたくなっちゃったんでしょ。盛り上がっちゃった。そうでバッてちょっと胸がいい感じだ。く桑田一。いやここでも桑田一のこと。桑田一じゃないでしょ。好きじゃん。もうすいません、桑田一。桑田一多分謝ってたんだよ。あ、俺行きますってそこを止めるんですよ。さあっつって、それ以上やめろ。付き合ってたのね。それ以上は任務じゃないっていうことですよね。ハッシュタグ決め、ハッシュタグ。あ、そう。そう、毎週あのハッシュタグ決めてるんですよ。どうしよう。先週何でしたっけ。ヌナー。あ、ヌナーだ。そう、ヌナー。ヌナーだ。ヌナーだったね。ヌナー、ミンジュナー。ヌナー。どうします、ロックは。あれが。一瞬ピラティスになりかけて。あ、ピラティスね。ピラティスにする。ピラティス業界にそんなに貢献する。お呼び。お。え、小林くん何、ちょっと聞こえないからちょっとこっち来て。お呼び。お、お二人、お二人。皆さんお呼びです。一回来て。皆さんお呼びになります。一回来て、はい、これもう、はい、みんなのアイドル小林くん、はい、皆さんお呼びします。どこに。現場。現場。現場です。現場お願いします。会議室で起きてんじゃない。はい、皆さん、はい、現場の起きてんじゃない。じゃあ、お二人お願いします。お願いします。じゃあ、ハッシュタグ頑張って。ハッシュタグ決めます。いきます。いってらっしゃい。ありがとうございました。結局一人かよ、またすいませんね。すいません。いやハッシュタグどうしようかな。ラケットクリーカーの
いや、むずいでしょう。いやどうしようかな。どうしようかな。ハッシュタグなんかあったっけな。響きは死んだ。ついに響きは死んだ。あ、響きは死んだにしときます。ああ、そうしよう。響きは死んだ。だから死んでないんだって。死んでないでしょ。とどろきくん、マミヤ響きは死んでないんですよ。どうすんのよ。だからくるみはね、僕はずっと響きは死んだと思ってるわけですよ。そんなかわいそうなことあります？僕もうどうするよ。ちょっとリクエストちょっとやっちゃっていいですか？あ、じゃあどうぞ。もうやりながら、いや、ハッシュタグちょっと、あ、なるほどね、見てくれてる人と決めようかな。顔ね、なんか昨日撮影しててすごい。あ、おっと、どうも。あ、びっくりして退出しちゃいました。あ、今の方、やっぱその子いるんだ。次この人にしてみよう。画面に近づくとドキドキして死んじゃう。死ぬわ。それだけは死ぬな。命は大切にしよう。ハッシュタグ死んでねえよ。いいね。いいかも。死んでねえよ。あ、死んでねえよ。いいじゃん。死んでねえよ。ってこと？ハッシュタグ。ちょっとみんなさ、ちょっとコメントくださいよ。ハッシュタグ。じゃあハッシュタグみんなが、一番多いのにしようかな、今日。僕の今インスタライブに、コメントしてくれた中で、一番多いコメントをハッシュタグにしようかな。死んでねえよ。え？とどろき恨む。とどろき恨む。確かに。ハッシュタグとどろき恨む。あれやっぱ死んでねえよ。あと、ね、いいね。あ、桑田一位ってのは。桑田一位。桑田一位。今週も多分言ってますよね。桑田一位。桑田一位で言ってた。もし明日世界が終わるとしたら、ジアン先生と小笠原先生どっちに行きますか。俺は翔子さんだ。桑田一位。ほら、またとっちらかってきた。ほら、リクエストさ、うん、ちょっと2回連続でキャンセルされてるんですけど。恥ずかしいの。人気ないな、俺。あ、どうも。え、りょうまくんですか？りょうまだよ。え、待って、やばいやばいやばい。ベッドにいたでしょ、ちょっと。待って。やばい。ちょっと、いいんですか、これ押してくれて。リクエスト押したでしょ。あ、押しました。え、待って、やばいんだけど。今何してたの？え、なんか、りょうまくんのライブずっと見てて。うん。あ、ちょっと、めっちゃ、ふまふま泣きそうなんだけど。なんで。待って、泣きそう。ね、なんかりょうまくんのライブずっと見て、コラボしたいなってずっと思って。うん。先生。え、やばいってなんか…やばっ前髪押す？やばい。なんか、りょうまくん…え、なんか、りょうまくん、ちょっと聞いてください。言いたいことあるんですけど…いいですか？聞く。え、止まった、待って。そっちの電波が悪いよ。あ、来た。うん。え、いいよ、言いたいこと。いいですか？なんか、いいよ。なんか、夢で、なんか前に、りょうまくんと会ったみたいな夢見たんですよ。うん。なんか、そしたら、りょうまくんが、なんか、うちそれでもう抱きついちゃったんですよ。なんか、もう、恥ずかしかったんですよ。りょうまくんのこと。そしたら、なんか、りょうまくんが、なんか、俺ハグする子嫌いみたいなこと言われて、なんか、ショック受けたんですよ。やばくない？最低だな、俺。最低なんですよ。
やばい。それででも。ごめん、ごめん。いや、そんなことは俺言ってないよ。それ夢だからさ。それでなんか夢で言われちゃって、え、で本当だったらどうします？私がハグしちゃって、なんか大好きみたいになっちゃったの。え、もうハグしてきて。大好きって。はい、大好きって。それもう何、付き合ってる設定なの？はい、もうなんか付き合ってる設定。あ、もうめちゃくちゃキスするわ。やっぱりなって。やっぱり、待って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 、てるよ。俺は付き合ってたら中ぐらいするでしょうよ。え、そうでしょ。待って、中なんてやばくない？え、どこに中しますか？やば、口ですか？口。え、待って、待って。それまで聞いてた。ね、待って、ぶつけた、ぶつけた。PCR 検査受けてから、陰性。うん。あ、やっぱり陰性ってやって、もう中しちゃう感じですか？そう。一回一回。無理なんだけど。ちょっと、面白いけど。お名前は？ミオです、ミオです。ミオちゃん？覚えてください、認知してください、認知してください。いや、もう忘れないよ、これだけ会話したんだから。やばい、やばい、なんだけど、やばい。え、大好きって言ってください。ミオ大好きって言ってください。え、ミオ大好き。え、なんだけど、痛い。今、大好きって言ってあげたんだけど、ちょっと一緒に考えてよ。今日さ、はい、そのハッシュタグどうしようか。考えて。どうしよう。なんかでも、うち的には思うに、なんか、龍馬死んでねえぞでいいと思います。どうでしょう。さっきね、死んでねえよっていうのがいいのかなと思って。あ、そうやっぱそれがいいかな。絶対いいと思います、私。で、1票入りましたよ。死んでねえよ。でね、結構コメントもね、やっぱ死んでねえよが多いから、死んでねえよしよ。もう、私、龍馬死ん、絶対いいと思います、それで。いいと思う。え、ミオ死んでねえよ。ミオ死んでねえよでもいない。なんでよ。あなたが知ってないのは知ってるよ。ねえ、待って、無理なんだけど。そうか、じゃあそうしようかな。待って、ね、待って、待って。え、待って、待って。どうした？え、ちょっと私言いたいことあるんですけど、もう一回いいですか？うん、それで最後に今言いたいことある。なんかこの前、太陽動かないのやつで、私、なんか私、あれ撮ったんですよ、一緒に、龍馬くんと。もう本当に汗しちゃって、もう本当にやばくて。どういうこと？何をしたの？教えてよ。なんかね、龍馬くんと一緒に写真撮ったんですよ。見てください、抱きついたんですよ。見てください、どうですかこれ。よくないですか？え、いいね、それ。映画館、ね、映画館なんですよ。で、龍馬って言ってる。見てください、どうですか、映えてません？いや、映え、それ映えて。高校生、あなた。え、私高校生です。高校生か、そっか、はい、え、もう汗しちゃいます。もうやばっ。え、もう友達に明日言いますね、私は。いや、ちょっと強すぎる。なんかさ、ちょっとさ、ドラマ見てくれてる？あ、もう見てます。もうずっとリアタイしてもずっと見てます。本当に3回ぐらい回してる、私。あ、本当？ドラマにさ、ドラマに関してなんか質問とかある、あったりする？なんか聞きたいことある？え、なんか。あるね、いいね。え、なんかでも、え、なんか、え、なんだろう。え、なんか、あ、はい、あります、あります。あった。何でしたっけ。うん。待って待って、ちょっと考えてさせて、ちょっと待って。いいよ、いいよ、待つ待つ待つ。今日時間たっぷりあるから。あ、はい。はい、なんか高校生の時代、高校生時代のやつあるじゃないですか、最後に。うんうん。え、あれで、なんか、いつも髪の毛って、どうしてるんですか、あの時って。なんか、いつも。あれ、どうしてると思う？え、なんか、うちなんか染めな、なんか、一回めっちゃ黒、バーみたいな、ドンキとかで買ったやつ、黒バーってして、やってるのかなって。これよ、それ。え、それ、それ。そうですか？え、当たりですか？スプレー。スプレー？やっぱり？え、スプレー買って、そう、はい、撮影の時は、もう黒いスプレーやって、はい。で、ヒゲもね、ちょっと短くして。あ、ですよね、ないですよね、あんまりなんか。ピリピリでちょっと消して。あ、そうなんですか。あ、なんかいつもうち気になってて、なんか、え、なんか、どうやってやってんのかなみたいな。気になって。ね、こう、ベトっとしないね、いいスプレーがあるのよ。あ、そうなんですか。そう、これを、で、俺、髪の毛が長い人だと結構ベタってなっちゃうんだけど、こうやって俺、短いから、意外とね、スプレーも、ちゃんとね、黒の髪の人になるの。あんま分かんないでしょ。なんです。分かんない、分かんないです。だから、なんか、わざわざ、あれしてんのかなと思っちゃって、なんか、高校時代のバージョン撮って、うん、キミセカの方の、なんかね、本編みたいなの撮ってんのか、なんか、分けて違うの。
そうなんですか。もうスプレーでやってますよ。すごい、神やん。メイクすごいでしょ。メイクってすごいですね、やっぱり。そうだよ。この時代やばいですね。この金髪の時は俺ちょっと眉毛茶色くしてるのね。あ、そうですよね。なんか印象違うなってずっと思ってて、うち。で、高校の時はじゃない。はいはい。そうなんですか。すごくいいリアクションしてくれる。そうなんだ。もうやばいですね。やばい。待って、りょうまくん本当に、じゃもう一回ミオ大好きってください。ちょっとミオ大好き。マリー、本当にマリー、付き合いましょう、結婚しましょう、お願いします、ね、結婚したい、結婚したい。今ちょっと汗しちゃって、なんか今録音しちゃってるんですよ。もうりょうまくんとコラボレスって、いいですか、いいですか、本当に。もう待って待って、で認知します。認知するよ。もうこんだけ話は忘れないよ。こんだけ通った人いない。ミオですよ、ミオですよ、ミオですよ。わかった。もう1万人、 1.1 万人の方にミオってもう覚えられても光栄なんですけど。いや、はい、1.7 万人見てるから。やばい、神なんやばい、はい、じゃあちょっとミオちゃん、ちょっと次の人とコラボするからさ、はい、じゃあ引き続きちょっと今日も録画よろしくお願いしますね、はい。ちゃんと見ます私、はい、大好きです、大好きです、ありがとう、ありがとうございます。マリなんだけど本当にやばい。いやー、ちょっとミオちゃん面白かったな。すごい、すごい、もうなんか早口すぎてさ。追いつけ。今の JK ってパワーすごいな。疲れた。いや疲れたっていうか、俺のテンションでやっぱ押し切れなかった。ちょ、負けた。負けちゃったわ。この現場で一番のね。やっぱその、なんていうの、若さには勝てないですね。はい、やばい。くしゃみ出そう。いやー、ちょっとみおちゃんすごいな。いや、だから、ハッシュタグ、やっぱ、死んでねえようにします？死んでねえよ、いいかな、うん、いやー、そっか、ちょっとコラボしようかな、誰かと。桑田一チームあるね。でも死んでねえよ、いいかもね、うん、5話、5話に続き、うん、死んでねえよっていうね。ちょっとコラボしますか、ちょっと。あ、この人してみようかな。すごくトップガンの景色が綺麗だったんで、綺麗な海が。あ、繋がった。おっと、どうも。あれ、今気づいてないの。どこ、竹内です。リクエスト押しましたよね。押しましたね。リクエスト押しましたよね。押しました。承認しました。ガチ？だ、今つながってますよ。やばい。どうも。ガチですか？ガチです。りょうまくん。りょうまです。こんなにタイムラグがある人初めてです。震え止まらん。一瞬わかりま、わかんなかったですか？わかんなかったです。まさか来るから。いや、思わんかったです。いやいや、今ちょっとリクエストをバーッと探してて、はい、海がすごく綺麗だったから、あ、これにしようと。あれ、宮古島です。宮古島か、行ったことないな。はい、出身ですか、宮古島。あの出身兵庫です。全然違う旅行ですか、旅行で。やばい。そうなんですね。どうですか、ドラマは見ていただけてますか？ドラマ見てます。でもちょっと怖くて。怖い？はい、怖いです。ちょっとどこが怖いですか？ゾンビが。どうして怖いんですか？じゃあどうやって見てるんですか？怖くなったらどうやって見てるんですか？こうやって見てるんですか？ちょっと、そうそうそう、こうやって見てます。そう、怖いんだ。ちょっとだけ、でも慣れてきました。結構、あ、慣れてきた。あ、でもやっぱちょっとだんだん、はい、はついてくるんですね。はい。じゃあホラーとかも、最初だったらよかったけど、ホラーとかも普通に映画館には見に行かない？いや、行けないです。彼氏と一緒でも？
怖いですね。じゃあ彼氏がちょっと、じゃあホラー見に来たらちょっとキレるってこと？ちょっとキレる。え、無理っていう。あ、無理なんだ。やっぱそうなんだね。やばい。でもね、なんその僕ら自身のこれもゾンビに慣れていくから、はい、あんまりこう、うわーって逃げてるってあんまないですよね。ガンするんですけど。でもあれすごいですよね。メイクですよね、とかします。メイク。うん。フールバージョンはね、もっとすごいんですよ。だからちょっと見、でも見てほしいな。え、絶対見ます。あ、本当？これちょっと約束して。はい、絶対見ます。これも約束する。ちょ怖い。振るのがちょっとね、迫力があるからちょっとあれだけど、それも約束で。え、絶対契約します。まだしてないけど。ちょっと待って、ウール契約してくださいよ。え？ウールちょっと入ってください。え、入ります、入ります。これは、入ります。1000円なんで、はい。1000円ですか？あ、余裕で。2回我慢すれば。あ、我慢する、我慢する。そう。2回お弁当にしたらフル見れるから。え、見る。見ます。ぜひぜひ。今日も見れますよ、リアタイで。今日絶対見ます。いや、ちょっと今日ね、ついにね、はい、フルミと僕会えるかもしれないんですよ。あ、予告見ました。どう思いました？予告見てどうすか？でも触ってましたよね。触ってんすよ。え、でも、あれはくるみなんですか？あ、くるみじゃないんですか？あれはくるみかくるみじゃないかってことですか？うん。言ってもいいんですか？あ、あかん。あかん。ダメです。それちょっと楽しみにしておいてください。楽しみにしてます。なんか一番このドラマ見ててすごい言いたいこととかあります？なんか言いたいこと、え、なんやろ、なんか、え、なんやろ、もともと思ってなかったか、全然考えてなかった。たまたまドラマ見たのか、誰ファン？いや、龍馬くんファンです。俺？はい、写真集ありますよ。嘘、もう嬉しいけど。龍馬竹内。はい。ありがとうございます。え、イベント来てるの？え？イベント来てます？イベントは来てないか。イベント、俺のイベント来てる？え、行ってないです。行きたい。行ってないの。俺、握手するとね、この人の顔ね、忘れないんですよ。え、じゃあ絶対行こう。いや、俺ね、これね、本当に、嘘じゃなくて、一回じゃあ握手する、初めましての人は大体分かって、一回握手しとって、あ、握手したことあるなと思うから、振り返り久しぶりだね、結構。本当これ、だからちょっと次に、ね、またぜひ。はい、またコロナが。もうね、だからもう顔忘れないもんね、絶対ね。いや、よかったです。家ですか、今は。家です。5時半か。夜ご飯何に食べます？夜ご飯ですか？はい。お寿司食べに行きます。え？回転寿司？はい。何？スシロー？え、正解。スシローいい。正解。スシロー。サーモンマヨネーズ。サーモンマヨネーズ。あ、絶対食べます。やっぱねー、あれ食べるよねー。俺の弟は白いてメロン8個って食べてた。え、やば。果物屋さんで買えよ。すいません、くだらない話を。全然。お名前。あ、マリナです。マリナ？はい。じゃあ、ちょっとマリナさん、ありがとうございました。ちょっとお時間。ありがとうございました。すいません。じゃあ、今日もちょっと応援お願いします。ありがとうございました。いや、ちょっと楽しいな。こうやってた俺さ。いや、でも永遠と喋ってられますね。